はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ゴーストバスターズです。さあ本日なんですが、エクソシスターデッキをね組んできたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。エクソシスターというテーマはですね、まあどういうテーマかというと、まあ、ランク4のモンスターがエースモンスターになってまして、で、エクシーズ召喚したターンに発動できる効果を、持っています。なので、まあ、自分のターンでエクシーズ召喚してもいいですし、相手ターンにエクシーズ召喚をしていくことによって効果を発動していくっていうテーマになってるんですね。で、エクソシスターモンスターを素材にして、エクシーズ召喚したターンの自分相手ターンに、こいつだったら相手のフィールドか墓地のカードを除外できます。強いですね、こいつがエースですね。はい、2番目墓地から特殊化されたモンスターとの戦闘で破壊されないっていう効果、これもまあ大体ついてますよ、あのエクシーズシスターのエクシーズモンスターであれば。と3番目、これもこういう効果になってまして、エクシーズストレートを除いてデッキからエクソシスターマホジックトラップカードを手札に加えると、見返りスが一番強いんで、まあ、基本的にこれを出して戦っていきます。除外して、まあ、サーチしていく感じですね。他にもエクシーズモンスターは一応、全部で4種類いまして、カスピテルであれば、墓地のモンスターを特殊召喚できないっていう効果と、あとデッキからエクソシスターを手札に加えるという効果、それから、ジブリンであれば、モンスター効果を無効にするっていう効果と、打点が800アップするっていう効果、それから、アソフィールであれば、墓地のカードの効果発動できないっていう、あの深淵に潜むみたいな効果と、それからバウンスできるよっていう、相手のモンスターをね、バウンスできるよっていう効果を持っています。だからこの辺のモンスターを、まあ、使い分けていくっていう感じですね。で、どうやって展開していくかっていうと、まあ展開用のモンスターがまあ2種類いまして、まあ、ステラとエリスですね。ステラは手札からエクソシスターがを出せる。で、エリスだったら、他にエクソシスターがいれば手札から出せるっていう効果になっています。まあ、この2種類が展開用で、手札を安定させる用のモンスターたちがこのイレーヌとソフィアになってまして、あちなみにあの2種類で1組になってるんですけども、あの一応あのなんかその2人1組で動いてる感じなんですよね。で、イレーヌとソフィアが、ドロー効果両方ともね持っていますという感じで、まあ、この辺のモンスターたちは、まあ、このバディスっていうトラップカード出してきたりとか、あとそれからパークスで持ってきて出していったりとかっていう展開ができます。でですね、あのエクソシスターって一応固有効果が2番ありまして、こう鍵モンスターが、自分相手の墓地のカードが相手によって墓地から離れた場合にエクソシスターエクシーズモンスターを自分の上に重ねて出せるっていう効果を持ってるんですよね。だから自分相手の墓地のカードが相手、例えば墓穴とか、それからまあ、今で言うとなんだ、ファントムナイツのなんか除外する効果とか、墓地から。ああいう効果を発動すると、相手がね、エリスとかステラが怒って、変身、超変身つって変身することができるっていう感じですね。で、この辺の効果は、まあもちろんまあ強いっちゃ強いんですけども、やっぱ相手依存なんですよ。非常に、その、まあ、使いづらいと言いますか、これなかなか難しいですよ。これ見えてるんで、この効果が。だから、まあ、この、効果見えてる段階で相手これやんないんで、やってこないんで、こんな効果を。なので、まあ、相手ターンに出す方法がなんか必要であるということなんですよね。まあ、一番やっぱテーマ内で強いのは、このエクソシスターアーメントっていうカード。まあ、これでは、800ライフを払って、自分のエクソシスターモンスターを重ねて出せるっていうことがあるんで、これで相手ターンに見返りとか出して、相手ターンに除外するとか。まあ、なんだっけ、ジブリーヌで効果無効にしたりとかっていう動きが、一応、妨害になってます。他にもですね、相手ターンにエクシーズ召喚できるカードがいくつかあって、まあ、例えばワンダーエクシーズとか入れとくと、一応エクシーズ召喚が相手ターンにできるんで、まあ、これの相性がいいですね。まあ、今回入ってませんけど。で、展開用の札として、今回はこのマギストスを出張させまして、もうフレームゾーラさん。まあ、ちょっと正直ユリテーマの中にこのおっさんを入れるのはどうなのかっていう話はあるんですけども、強いんで入ってます。これどういうモンスターかっていうと、マギストスモンスター1体を対象にとって、エクストラデッキからマギストスを装備すると。まあ、装備するのはちなみにこいつですね、基本的にはアルテミス。アルテミスを装備するんですけども、装備すると、手札が墓地からなんかレベル4の魔法使い出せるっていう効果があって、まあ、これドローで例えばステラとか、まあ、これの課金モンスターを出してレベル42体でランク4につなげていくこともできますし、ゾロ、レベル4のチューナーなんですよ、こいつが。なんでレベル8のシンクロにつなげていくこともできるっていう感じですね。はい、まあ、これが結構強いです。で、ゾロは以外の展開札としてはやっぱ同胞の絆っていうカードが採用候補になってくると思うんですけども、まあ、あれは正直ちょっと先行で引けたらめっちゃ強いんですけども、まあ、ちょっと後攻が弱いっていうのと2枚目以降腐るっていうのがちょっとありまして、僕はちょっと抜きました。入れてもまあ強い時は強いと思います。
ちょっとあの高校鎖が気になったので非常に、なので今回はゾロは作曲にしてますね。で、マギストスもうちょっと出張させて展開力増やしてもいいんですけど、そうするとテオライオンズがちょっと あまり入らなくなっちゃうんで先行弱くなっちゃうから、なのでまあ、増殖する G とかウララとか、まあ、あの無限包容とかを積むと、まあ、こんぐらいしか入れることはできないかなっていうふうに思ってますね。で高校まくり用の、賢者の一滴が、3積みしてるっていう、まあ、増殖する G で引いてきて強いカードですね、まあ、怪獣道でもいいです別に、でまあランク4エクシーズができるっていうことはやっぱりその、まあ、エースモンスターは決まってきましてですね、例えばですね、あの、まあ、先行用のバグルスかですね、あとはまあミライ流をホープあたり、まあ、この辺はやっぱりね、あのお決まりですね。まあ、ちょっと正直あの1回その出した後のエクソシスターのエクシスモンスターってマジで仕事ないんで、まあ、ミライ流用に変えたいとかアーゼウスに変えたいとかっていう動きを基本的にはしていきます。で、さっき言ったようにシンクロモンスターでこのゾロアっていうモンスターがあの結構強くて、でこのマギストスダイモンゾロアさんの使い方なんですけども、これはあのレベル8のシンクロモンスターで魔法使い族チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上でできる、モンスターで、マギストスカードもですね、あの装備できるんですけども、シンクロ召喚に成功した時に、装備したマギストスモンスターの種類の効果を発動できなくさせるすごいあの制圧効果を持っているんですよ。なのでまあ、ゾロワで、例えば、まあ、融合を装備したら融合モンスターであるデスフェニとかをメタれたりとか、あと、まあ、リンクモンスターを装備するとあのリンクモンスターをメタれたりとかっていうことができるんですよね。一応ね、双剣モンスターとかをメタる分にはシンクロモンスター入れときゃいいんですけど、これ打点が上がんないんですよ、2900なんで。なんであのバロネスとか出されて普通にぶん殴られることが多いんで、まあ、シンクロモンスターもいいやと思って抜きまして、も融合モンスターと、リンクモンスターを一応メタルように、してきました。一応ね、まあ正直ゾロは出すことそんななかった、対戦してで、ね、やっぱランク4していくことが多かったですね、基本的にはね。はい、まあ、ちょっと対戦はどんな感じになるのかはね、見ていただいたら分かるんですけども、非常にね、プレイング難しいですエクソシスター。意外とデッキパワーそこまで高くないんで、自分のプレイングが物を言うデッキになってますんで、すごい面白いんで、皆さんもよかったら使ってみてください。デュエルスタンバイ。あー、まあ悪くはないが先行としては悪くない。合同発動カードをデッキトップ10枚除外して2枚ドロー。オッケー。あー、ゾロワ君来た。これはゾロワからか。ゾロワ召喚、ゾロワ効果発動、エクストラデッキのマギストスモンスター一体を装備することができる。これによってアルテミスを装備し、アルテミスはあれだぜ、召喚師アレイスターでリンク召喚するだけじゃないんだぜで、なるほど、これは一回カルペディベル発動して、でセットして、でセットしてエンドか。まあ、ちょっと相手の動き見ましょう。アーメンタルで一応1妨害と、まあ、一応、1滴あるんで2妨害みたいな感じなんですけども、あとカルペディベルでワンチャン相手の動きを制圧できればめっちゃ強いんですけど、相手の動きが分かんないと、うわこれもうティアスケさ除外した方がいいんじゃないかな。こいつ効果起動したらやばいよね。エクソシスターアーメントの効果発動、エクソシスターアーメントの効果によってイレーヌ一体でエクシス召喚、現れよ大変身エクソシスタミカエリス悪霊退散カルペディベル、これなんて言えばいいんだこれ、相手の敵わかんねえ、これこれなんて言えばいいんだこれ。ケルビーニでいっか、ケルビーニ、ケルビーニ、あでもケルビーニコストだったわ、間違えた、ケルビーニコストじゃんあれ、確か坊城くんの。あこれ意味ないことしたな、これわかんねえ、これファントムライズってさ何言えばいいんだ、あれかブレイクソードか、ブレイクソードとかだな、多分ブレイクソードとかそっち系だな。やってしまったか、これは元々のカードが同じカードのこと無効される、コスト払えるもんなこれ。いやこれね、相手のデッキへの理解度めちゃくちゃ必要なんで、このカルペディベルとかいうカードめっちゃむずいんですよね、使いこなすの。これはやばいか、やばいやばい、ちょっと待って、土の子はやばいって、うわ最悪、レベル3で並ぶやんこれ、最悪だわ。ブレイクソードだったら完全に、まあでも一滴あるから、まあギリ耐えるか、一滴あるから耐えるわ。土の子、はいはいはい、オッケーです。
オッケー。ちなみにあのミカエリス君の効果でねフリーチェーンで除外できたんですけども、多分あれ通ってったらねもっとやばいこと起きてると思うんで、レベル3がめっちゃ並ぶからやばいかな。リバイエールか、リバイエールか、なるほど。じゃああんまブレイクスローっていつでも関係なかったな。まあでもこれは一滴で無効にしたらいいんじゃね、これ一滴で無効にしたらいいんじゃね、これ一滴で無効にして、でコストはアルテミスでいいかも。で残ったらあのゾロはでかいから、でここ半分マンにして打点を半分マンにして効果無効にしていく。オッケー、よし、打点900、ダウナード重ねてアーゼウスとかはきついな。結構まんま殴ってくる。え、どういうこと、墓地送りたかったってこと、わからんわからんわからん、なんだ今の今のバトルなんだ。エクソシスタバディス来た、いいぞバディス君、いいぞバディスはいい、バディスはいいぞ。今はまあ関係ないけど、エクソシスタミカエルスの効果発動するした方がいいか。エクソシスタミカエルスの効果発動、ミカエルスはオーバーレイトを1つ使い、デッキからエクソシスタマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これによってバディさんだろ、まあ、これは1回パークスか、エクソシスタパークス持ってきて、イエスゴーストバスターズで、ゾロは効果発動、ゾロの効果によってデッキからマギストスカードを1枚装備する。これでマギストスアルティミスで装備して、ゾロは効果発動、マギストスカードは自身に装備された場合墓地からレベル4の魔法使いモンスター1体を特殊召喚できる。そしてパークス発動、パークスの効果によりデッキからエクソシスターのバディを持ってくることができる。そして今イリエヌが存在するため、これはもう片方のソフィアを持ってくれば出せるな。ソフィア持ってきて、そしてイリエヌが存在するため、キャイエヌちゃんヤッホー遊びましょうって出てきて、でソフィアの効果発動、他のエクソシスターがいるとカードを1枚ドローできる。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚現れろ、エクソシストミカエリス、うわミカエリスかわいい、なんというかわいさ、ちょっと若干のなんかスマホソシャゲ感はありますけどね。ええ、でニビルって言ってニビル系はもう完璧だぜ、これでお前はニビルを使うことはもうできない、まあもう展開しないけど多分クリーボールとか言っとけよかった。これでバトルフェイザー行くぜ、行けー、エクソシスターミカエリス悪霊退散、悪霊退散、イエスゴーストバスターズ、あー悪くないですね、悪くないですね、これに関しては。まあ、一回パークスしよう、発動しよう。で、パークス発動を、テーラかイレスか、どっちでもいいんだけど、まあ、展開横できるんで、一応これソフィアから出して、エリスか。で、ここでゾージーとか打ってくるようであれば、普通に終わるけど、ないね。で、ソフィアで1枚ドロー。で、これでなんか強そうなカードを引いてくれ。あー、めちゃくちゃいっぱい来た、少女。少女来すぎ。少女来すぎ問題。どうしよう。さすがにゾウさん出すか。ちょっと拘束力高いからゾウさん出すわ。ゾウさんで遅延して、永遠に眠ってもらって相手のビルドのモンスターに。で、これで頑張りましょう。先行言うて、エクソシスター出してもあんまやることないし、まあ、ミッカエリスを出す準備一応できてはいるんですけど、アーメントで。まあ、そこまでやっぱ高速力強くないので、まあ、バグスカーでね、あ、シャドウディストピアはやばいんじゃねえの、シャドウディストピアはやばいんじゃねえの、これどうなんだこれ、これ効果発動できるんだこれ、ちょっと待ってくれ、融合樹印生物闇で相手のモンスターリリースして発動、え、リリースした、リリースした発動、一組を自分のフィードからリリースした発動、うわーコストだコストは回避できねえ、まあ、増重としかねえ、コストは回避できねえ、バグですか、こんな簡単に絞れるのやばいですよね、このシャドウディストピアとかいうカード強すぎないですかね。おい、ゾウさん一瞬で絞られたぞ、ミレニアムアイサクライズやば、クソやべえカード来た、
や、うつえー、お前ハンドガン決まってんな、バリ強いやんけ。あ、でもこれで一応あれか、ディストピアトークン、シャドウトークンも出てくるから一応もう一枚どうできるんだろうな。3000打点でぶん殴られていく。これミレニアムアイズサクリファイスだけはしょんないとやばいですね。これあのフィールドか、墓地のモンスターをなんか装備できるんですよ、効果発動すると。でパクられちゃうんでガチやばいから、ちょっとシャドウトークンが出てくるが、これで1枚ドローができる。あー、めちゃめちゃきついね。どうしようこれ、一回殴ってから考えるの結構あるな一旦殴ってから考えるの結構あるな。これドッキリ部隊とかあったらエリス出しといてパークスチェーンすればいいから、万が一ドッキリ部隊だった場合これでバトルしてでぶん殴ってミレニアムアイズサクリファイスだけしょって、いやこれで撃ってくると思うんだよ多分。ドッキリ部隊とかあったら多分自分でリース、あ、ないんだ、なるほど。まあミレニアムアイズサクリファイスはしょれたわ。じゃあでメイン2入る、じゃあ展開できるのかなこれ。なるほど、じゃあ、 あの人から何、じゃあ怖すぎるんだけどマジで。ちょ本当にね、シャドウディストピアのねセットカードはね、ロクラカードないからあれほっとくと世界終わるんですよね。まあ、ちょっととりあえずステラだけ出したいんだけど、なんかある、ステラ特殊していい、出せる、一応出せる。これ何もない、これミカエリスいける、ミカエリスいきます、ミカエリスくん。ちょっとこれでコストリリースって言われたら終わる、マジで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 。あ、てかこれカルペディベル発動しようだったの、一応カルペディベル発動するべきだなこれね。一応これシャドウディストピア除外できたか、一応これ無効にされなければいける、無効にされなければいける。あ、オッケーオッケーオッケー、これカルペディベル発動するべきでしたね最初にね。まあもう遅いけど、まあ、でエクソシスタミカエリス効果発動、オーバーレイユニット1個切って、エクソシスタマジックトラップカードを1枚手札に加えることができるので、そうですね、バディス構えておきますか。一応お互いのターンで行ってこいで発動できると強いですからね、これね。バディス全部発動で全部セットしてエンドか。カルペディベルがちょっとあれですね、発動するの忘れたの痛いですね。これでシャドウディストピアとか言っとけば、まあなんかあの後ろのカード除外してもよかったけど、ワンちゃんあの後ろのカード、うーわやばい、それは魔法カードだけ本当やめてほしい。トラップカードなんだ、なるほど、トラップカードはやばいまあそれそこそこやばいな。バディス両方とも知られるのやばすぎ。闇のデッキ破壊ウイルス最強か。なるほど、でもこれミカエリスリリースしてなかったんじゃないかな。だとしたらミカエリス着地に多分闇の敵やカエルスチェーンできたと思うけどな。まあちょっと、まあ、やることないんでこれエンドするしかないんですけど、やることなさすぎ問題発生してるんで、まあ一応エクソシスターアーメントは発動できるので、まあ、効果無効にこれもう出しといてさ、シャドウディストピアって言っといたらいいんじゃね。わかったわ、これね、わかりましたこれはシャドウディストピアが多分アフリマさんですね、アフリマさんでシャドウディストピアが持ってこられると思うんですよ。これつまりここでエクソシスターアーメント打って、でエクソシスターミカエリスは出せないんで、まあこうどうしよう、墓地の効果発動できなくさせるやつ出すかなんかすればいいと思うんだけど、これ一応生き残った時のこと考えてバウンスも出しとこう。でアソフィール出して一応お互いに墓地のカードの効果が発動できないよっていう効果を発動するし、カルペディベルの効果も発動して、ここシャドウディストピアって言うしかないですね。これでシャドウディストピアって宣言しといて、シャドウめっちゃある、シャドウカードめっちゃある、シャドウディストピアでいいです。でこれの効果も発動します。墓地のガードの効果発動できないし、シャドウディストピアの効果無効化されるという状態です。今これで一応このターンは絶対生き残りますね、アソフィールさんは。まあ、次のターンは知らん、墓地の効果発動できないから、ディアボロス出てこないんで、このターンは墓地からはちょっと引かれてたら終わるけど、多分ねなんとかなると思うんだよな。
ディアブロス君が出てこ墓地からは出てこないで、今シャドウディストピアが無効になっている。いやこれねクソプレイングむずいんだよねこれ。何をそのカルペディベルで無効にするかで相当プレイング出るんで、まあ、分かりやすいデッキとかだったらねハリファイバーとかあのラドンとか言っときゃいいんだけど、こういうデッキってなんか言い方むずいんだよな。何無効にすんのか。アフリマ来たー。まあ、でもアフリマそんなに今関係ないか。アフリマ効果で自分のフィールドの闇属性をリリースすると自分はデッキから1枚ドローするという効果がある。なるほど、まあいいでしょう。アフリマくんの効果でリリースして天国の今普通にディアボロス持ってきたらディアボロス手札から出せたんじゃねえの。まあいいやで、天国の王を見せつけてセットカードを破壊されなくする。でカードを1枚セットする。怖すぎ。あのカード何なんだよマジで。あのカードなんだよ。あのカードやばすぎだろ。エンドフェイズ。なるほど、シャドウディストピアを発動しなくていいのか。あでもフリーチェーンで発動するカードじゃないのかな。魔法族の里は強いね。ちょっと強い。魔法族の里めっちゃ強くね。これクソ強いわ。シャドウディストピアめっちゃめたれてんじゃん。デクソシスターアソフィールの効果発動。オーバーレイユニットを1個使って、これ後ろ戻せないの弱えな。後ろ戻せないの弱すぎ。大体ですねバッケが強いんですよあのデッキは。人掛けこれバトルしたら使ってくれるんじゃないかな。これバトルして相手のバックちょっと一回見に行きます。これねエクソシスターの攻撃宣言時カルペディベルの効果によって相手のバックを踏みに一応いけるんですけども、遅えんだよな。これも攻撃宣言時とか遅えんだよ。使いにくいな。あかあらか。なるほど、 OK。 ドキューとかあったらまあ一番きつかったですけどね。でまあ、何を除外されてもそんなに痛くねえか。今そこまで痛くはない。でこれでゾロアから魔法族の里を展開しとけば多分大丈夫だと思う。魔法カードが発動できなければ相当強いと思うんだよね。で天国の王の効果発動 OK で出てくる。はい OK、 いいよ。これアーゼウスで流すけどいい。それ全部全てのカードアーゼウスくんで流すけど、まあ、天国の王でセットしたカードは闇のデッキ破壊率めちゃくちゃ入ってんじゃん。どんだけデッキ破壊するこいつ。これでマジックトラップカードを全て破壊しようというのか。まあでも攻撃は続けるわな。でトークンにぶん殴っていく。でメインツ入る。でガンダム出す。で乗り組み登場。アソフィール登場。そしてアーゼウスの効果は、フィールド上の全てのカードを墓地に送る効果を持っている。ただまだピョイーン。よし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 。そして、ゾロは召喚効果発動。エクストラデッキからマギストスカードを1枚はこのカードに装備することができる。マギストスアルテミス装備された場合の効果発動。ゾロは手札墓地から魔法使い族モンスターや効果を無効にして特殊召喚できる。これはまあ何でもいいですね正直。効果も変わっているんで特殊召喚。そしてアルテミスの効果発動。アルテミスの効果によりゾロアを手札に加えていく。一応シンクロしますか。しなくてもいいな。魔法族の里発動アーメントあるからしなくてもいいな。セットこれでもういいや。なんか多分これゾロア生き残った方が強え多分だけど。でアーメントあるんで相手ターンにエクシスできるんで多分大丈夫です。これ見返り出せるんで見返り相手ターン出して、で生き残ったゾロアを次のターンも使い回した方が強そうな気がする。はい、いいぞ。使いこなしてきただいぶこのデッキっていうか魔法族の里が強い。ゴーストバスターズ結構楽しいわ。プレイングクソむずいけどこのデッキ、マジで相手のデッキの理解度結構必要。永続魔法があるんだけどさ、エクソシスターのエクシーズが出てくるとなんかそのカード名を宣言してなんかそのカードの効果無効化されるみたいなカードなんだけど、なんか相手のデッキの理解度めっちゃ必要だし、あとそのエクソシスタが見えてる時に相手がその墓地のカードに触ってこないからさ、結局そのエクソシスタを展開する時に相手依存になっちゃうというか、まあ、自分で動かないといけないのですげえ大変なんですよね。だからまあワンダーエクシーズとか
あのそういうカードを入れた方がいいのかもしれないけど、ただワンダーエクシーズでエクシーズ召喚しているようでは勝てないと俺は思ってるんだよな。なんかまあ一応アーメントはね、あるんですけど、アーメントってほらもうそもそもいるフェード上にエクソシスターがいる場合、そのそいつと同じやつは出せないから、なんか意外と大変なんだよね。すごいめんどくさそうなストリティア始まりそう。なんかやばいな。もうなんか魔力カウンターデッキはね、何やってるか終始わからん。あ、でもエレクトラムか。はい、いやちょっとあの何もないです、何もありません。ご自由にどうぞ。やべえモンスター来た、やべえサモンプリーサやばい。フェルダー1枚切ってで、レベル4を特殊召喚、打天使ナースレフィティル、やばしもっちおばさんじゃん。やばいモンスター来た、レフィキュルテ、しもっちおばさん来た。このデッキなんだこれ、謎デッキ来た、何このデッキ。わけわかんねえユニオンキャリア、わからんこんなもんで終わりなの。スマイルユニバース、なんだそのカード、やばい。あ、マスターキレブラス出てきた、なんかこのカード、このカード特殊化したモンスターのもともとの、バカだよ、ちょっとテキスト読んでるか今。このカード特殊化したモンスターのもともとの攻撃の5ゲーム分だけ相手のライフを回復する。